皆さんこんにちは、けんです。あみです。ひっくりです。新しい携帯ポンプもらったから、それを紹介しようかなと思います。昨年の5月に発売されたんだけど、今ここについているこの携帯ポンプで、携帯ポンプってパンクした時ぐらいしかめったに使わんと思うんだけど、うん、今まではですね、こういうちっちゃい、うん、これがね、アンバサダーになる前からずっと愛用してたやつなんだけど、うん、あのパナレーサーの携帯ポンプってこういう風にワンタッチ式で、うん、まあ簡単にこうね、フレッチバルブだと青い方なんだけど、こうやって刺してこうやってすぐに空気を入れてると、うん、普通のやつは刺してレバーでロックするとかなんだけど、このワンタッチシリーズ、うんうん、ずっと愛用してます。フロアポンプもそうやね、このワンタッチ式のパナレーサーで使ってます、うん、で、今回これも今も継続販売してるんだけど、うん、これがちょっとこんなにでかくなりました、新しいやつは、うん、で何が違うのって話なんだけど、うん、これはまあホース短いし、うん、今みたいにこう横でこうやって押すタイプ、うんうん、まあ、本当に携帯、うん、携帯性抜群のポンプで軽くて、うん、あとはこういう風に収納できる携帯性はすごくいいです、うん、で、今、まあ、ここにあるようにグラベルチューブレス化してたりとかするんですけど、うん、まあグラベルシーンによっては空気圧下げたいとか、うん、空気圧上げたいっていうシーンがあって、その時にいつもまあこんなでかいの持っていくわけにもいかないから、うん、まあ、今までこれと、うん、これでこう仕方やって、うん、でさらにこの空気圧計っていうのがパナレーサーの中であるんだけど、こうやって押して空気を入れた後に、まあ、空気を入れたり、うん、あとはこういうふうに空気圧確認やね、こうすると今 2.7 とかね、うん、出るんだけど、うん、でここを押すと空気が抜けたりとか、空気抜いたりもできる空気圧計で、うん、グラベルライド楽しんでて、うん、まあ、基本的にこの2つを持ち歩いてました、うん、でそれが今回これ合体してほうこれになりました。へー、何が違うかっていうと、まずここ空気圧計がついてます、うん、ちょっと見えづらいんですけど、はい、見えづらいと思うけど、まあ後で画像貼っとくわ、うん、でバールとキロパスカル表示で表示されてる空気圧計、うん、ただこれすごい細かく数字は見れないんだけど、ざっくり2バールから2バールとか3バールとか、うん、大きい数字は見れます、うん、でホースこのように長い、うん、うん、長い、結構長くなってない、何倍になってる、うん、4倍、4倍ぐらい。いや、もちろんこれパナレーサーの携帯ももう一種類あるんですよ、うん、もうちょっとこのホースが長いタイプ、うんうん、で高圧も簡単に入れるっていうモデルもあるんだけど、うん、これと比べると全然長いと思う。だいぶ長くなってるね。でこれ何かっていうと、まず今言ったようにこれとこれが合体して空気圧を測りながら、うん、ポンピングできるから、うん、まあこの1回入れて空気入れて、うん、また空気圧計入れるっていう手間がなくて、うん、まあ、このままもう空気圧測れると。うーん、でさらにこれ足もついてくると、はあ、なるほど。でこうやって展開すると、うん、こういう風に持ち手もできて、こういう風に上から下に乗せるから、やりやすそう。でこの形ね、うん、冒頭で紹介したんだけど、うん、見てこれのミニバージョンだね、いわゆる、うん、まあ、これと差別化した携帯ポンプじゃなくて、これのミニバージョンっていうような感じですね。みくりさん、みくりさん、ちょっとこれ試しにやってみるんだけど、うん、まあ、力も入りやすいの、うん、ホースも長いからこういう風にね、まあ、まず刺すときはここ展開せずにこの青いとこねを開いて、うん、今までワンタッチでカッチャ、まあ、これパナレーサーのいいところだね。でこの時点でまだ空気圧表示されなくて、うん、こう今引き抜いてこう展開して、うん、まあ、こうやってしていくとどんどんここの径が空気圧径が上がっていくと、うん、で狙った空気圧付近、うん、まあ、ただこれ本当にさっき言ったようにざっくりなんで、うん、2から3の間とか、うん、2.5、3.0 バールとか、うん、までは測れます。でも十分だよね、うん、で、あとは抜くだけで終わりと。うーん、っていう、まあ、ミニ携帯フロアポンプ的なね、フロアポンプっていうのはこれのことね。うん、うん、うん、っていうのが発売されました。うん、
こういうグラベルロードとか、あとは旅する人とか、長距離で、には非常にいいんじゃないかなと、いい選択肢じゃないかなと思います。ただロードバイクといったね、もう軽いとか、めったにパンクしない、まあ、チューブレス仕様とか、っていう方だと、まあ、従来通りこっちでもいいのかなって、うん、軽いし全然重さも大きさも違いますから、うん、さっき言ったようにこれは全然もうツール感に入らないから、うん、選択肢としては大きいサドルバッグに出る、うん、もしくはこのここにバッグつけてここにつけたりとか、うん、今言ったようにここにこれかなパナレーさんのこの携帯フォームカード必ずついてくるんですよ。専用のやつが、うん、でこうやってつけて、うん、調整してつけて縛って運ぶとか、うんでグラベルロードとかだとね、うんまあ、結局グラベルロードでそんな軽い自転車じゃないから、うん、これぐらいの重さって、まあ、これ2つ運ぶ手間よりはこっちの方がいいと思ってくださいって言って今回もらいました。うんまあ、今まではこれで運用してたんだけど、うん、グラベルロードに関してはこっちで行こうかなっていう感じで、まあどっち選んでもいいです。もう携帯性か、うんなんていうのかな作業効率、うんうん、でも言ったように空気圧って非常に大事だよね、まあ、パンクしてから初めて分かることなんだけど、うん、パンクして空気入れるときってもうまず適当じゃん適当に入れるしかないじゃん、うんうんうん、感覚でこうやって、うん、でも入れすぎたりするとバーン暴発しちゃうし、うん、まあ乗り心地も全然悪いし、うん、だから空気圧っていうのは大事だからこういう芸術機っていうのは選択肢としてちょっと重たいけどね、でかくて、うん、あれじゃないかなと思います、うん、どう思います？どっちがいいと思う？で、ちりてもすごいじらすね。みくりさんは小さい方がいいっていう感じですね。うん、あ、噛んでダメよ、噛んでダメよ。あとこれね、高圧の高圧って言ってはロードバイクみたいな細いタイヤだと、うんまあ、これ太いタイヤだと3バールとか、うん、4バールマックスがほとんどなんですけど、うん、こっちだと9バール入れれたりとか、うん、そういう時にだんだん重くなるじゃん。これだと、うんうん、こう全然動かなくなると、うん、そういった高圧でも全然いいと思います。高圧の、うん、高圧にもいい、こっちより絶対入れやすいから、うんうんうん、間違いなくこの上から下に行くからで、うんうん、好きな方を選んでいただければいいのかなと思います。価格帯とかって、価格帯こっちの方が高いです、うんうん、全然違ったりする。いや、1000円くらいだったと思われます。ちょっとごめんなさい、後で貼ってみます。あ、価格差がってこと。そう、今の時点の公式のページ、うんうん、ちょっと見とくんですけど、うんまあ、こっちよりこっちの方が高いに決まってるんですけど、うんうん、じゃあ例えばね、うん、なんかそのでかいフロアポンプ、はい、を持ってないとして、これを持ってないとして、持ってないとして、なんか一番最初に買うのに、はい、その新しいやつを買いますってなったら、それはそれでありなの？ミニマリストだったらいいんじゃないかなと思う。あ、なんかミニマリストがこういうの嫌やっていう人したら、うんうん、ミニマリストの話するか分からんけど、うんうん、でもまず、まあ、パンク修理できない人いるじゃん、うん、最初に買ったらできない人いると思うから、うん、俺はこれ買ってください大丈夫だけどね。うーん、パンクしたらもう押して自転車行くなり、うんうん、で遠出とかするんだったらパンク修理を覚えて、うん、でしたらこっちもプラスで買ってくださいっていうのが普通なんないかなと思うんだけど、まあ、最初からこれ買っても別にいいかなって。でもただ大変よ。あ、そうなんや。それとは全然違うんや。全然違うよ。もう全然、それは全然違うね。空気がこうやって1回でこう入るのが全然違うから。あ、そっか。そんなめんどくさい作業、しかもロードバイク、グラベルロードにおいて、うん、ポンプって結構めちゃくちゃ触るじゃん。一番触ると思うんで、うんうん、2番目がアレンキーかなって思うんだけど、フォークみたいな。これ結構使い込んでて、うんうんうん、あのここね、パナレーサーのポンプのいいとこってここ変えれるから、ここのパーツ、ここってやっぱ劣化しちゃうの、粒子だから、うんうん、ここだけ外してポンってつけれるから、ネジで。だんだんもうできるから長く使うことができる、工夫もされてる。まあ、それこそ2000円ぐらいの、 あのフロアポンプとかももちろん持ってたり使ったりしてるんだけど、うんうん、まあ、変な話使い捨てじゃないけど壊れたらもうみたいなとこあるけど、そういう一番消耗しやすい部分の補修部品はあるから、あとパナレーザーちょっと入れやすい、軽いし作業もしやすいから、うんうんうん、まあじゃあそれはそれで
一つあった方がいいし、まあ携帯用で買うなら用途に合わせて どっち選ぶかみたいな感じか。まあなんでお好きなやつ選べばいいと思うし、まあ、これ運びたい人はこれ背負って運べばいい軽いし、っていうお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、映ってる、映っちゃう、ちょっと映ったり映っ見切れてるって感じ、うん。